どうも、ガードマンです。どうも、MIです。今日もちょっと真面目な話になっちゃって、ほんま申し訳ないです。絶対もうこの件が終わったら、もうみんなが求めてるバチバチおもろい企画とかやっていきたいなと思ってるんですけど、はい。コメント欄で結構なんか心配されてたんで、俺も精神的にちょっとほんまきつかって、今もは正直あんまめちゃめちゃ元気ってわけじゃないんですけど、うんうんうん、なんかちょっと心配させすぎたなっていうのをちょっと申し訳ないと思って、タイトル見てもらったら分かると思うんですけど、あのテレビのね取材を受けました。こちらです。はい、しゃがみ込んで大量のロケット花火に火をつける男。男が逃走。ロケット花火が飛び交い、激しい炎が立ち上ります。 YouTuber の男性が住む岸和田市内の家の敷地内におよそ100発のロケット花火が打ち込まれ、外壁が焦げました。気がつけばあわや大惨事という状況でした。正直火事なんてもおかしくないし、警察は男らの行方を追っています。ほんでね、朝のテレビ番組はっちゃんかな、はっちゃんです、ね、でも放送してもらいました。こちらです。火花が勢いよく飛び散ると、その直後何度も巨大な火柱が。家の中にいたのはガードマンとして活動する江川守さん。事件が起きたのは今月6日の未明。家の中には明かりが。男らは中に人がいることを把握した上で花火を発射した可能性もあります。建物内の人に対する暴行罪や故意に火をつけて壊した場合には現住建造物等放火罪に該当する可能性もあるといいます。捕まってほしいなっていう気持ちでしかないです。いろんなところでもすっごい拡散していただいて、うん、でヤフーニュースにも載ってました。載ってました。こちらです。ドン。まあこんな感じで、あと TikTok の方にも載ってましたね。まあ一個はその実際に来てもらって、はい、もう一個がリモートでその取材受けたんですけど、やめてどんな感じやったんですか、あの取材班たちが。はい、僕まずね、さっきこっち着いて、あ、僕寝てないです。もうここで危ないんで。そう、ちょっと怖くて、ちゃうとこにガードマンが寝てて、みんなで一回集まろうかってなって、集まる前にいつもコンビで飲み物買うんですよ。コンビで？コンビニで。近くにあるんで、はい、買ってたんですけど、おっちゃんが喋りかけてくれて、はい、で俺その時イヤホンガチでつけてて、申し訳ないんですけどちょっと無視してもらって、ほんでよく聞いたら何を言ってんか、なんかずっと喋りかけてくるから、よく聞いたらその朝日テレビのものですって言われた瞬間に、あ、もうやっ12時間ぐらいだけぐらいなんですよ。でまあそこでやり取りして出演させてほしいっていうので、あ、じゃあ分かりましたっていうので、でみんなが遅れてきて、僕遅れてきたんですけど、んで、そこでようやく、まあ、その人らも来て、取材させてほしいっていう話し合いになって、はい、ようやく動いてくれたっていうか、やっぱ、世の中ってこういう仕組みになってるやんなって、俺初めて思って。はい。そりゃこんなことあったら、そりゃそうなるよなって。何を言ってるんですか？わからん。朝日テレビやったっけ？朝日テレビ。の人が、めちゃめちゃもういい人で、印象悪いじゃないですか。あんま今度言ってた。いや、わかるよ。なんか、イメージ的にはね。はい、まあ、なんか被害者の方やったからとかもあるかもしれないんですけど、はい、丁寧に、まあ、いい人たちで、ほんまに、あ、撮ってもいいですかみたいな感じで。うん、で、まあ、警察も、その、ちょっと、まあ、これ事件に取れるか、ちょっと、難しいかもしれん、みたいな、ことをちょっと言ってた時があったんですけど、まあ、警察に、その、まあ、花火家に、保管しといてって言われたんですけど、はい、その、まあ、テレビ局が、その、まあ、警察にも確認して、って、で、取材来てくれたんですけど、はい、ほんで、まあ、警察も、その、花火の指紋もしかしたら取れるかも、みたいな感じで、なんか、やっぱ流れが変わったというか、受けてよかったなって。確実にいい方向には進んでますね、今。はい。取材を受けてた時にカメラ回してもいいですかっていうのを聞いて、はいはいはい、で、取材を受けてた映像がこちらです。その、はい、気づかれた状況とかっていうのを教えていただきたいんですけど。まあ、気づいた時は僕、寝てて、夜中の、まあ、2、3時やったんですけど、寝てたら、まあ、音がバババーンって聞こえて、で、あれこれなんやと思って、まあちょっと怖いんですけど、まあ見に石投げたりとか、まあガラス割ったやつとかいたんですけど、まあ中学生とかが多かって、結局まあ謝ってきた保護者と謝りに毎回来るんですけど、そういう人だって、まあその時にもうやっぱ中学校の時とか、まあそういうのやってしまう気持ちもわかるんで、謝ってきたら僕らはもう分かったで、二度とせんどいてくださいって言って終わってたんですけど、今回相手の方が23歳、まあ僕より年上で、さすがにこれはちょっと許せないなっていう気持ちでその動画投稿しました。事件か、なんか検事みたいな、検事か、そのテロリスト犯かみたいな、で、どっちを呼ぶかみたいなぐらい、庶民、これ危険な行為やからって言ってもらってて、
まあ、それで今動いてもらってるんですけど、するのはいいんですけど、まあ、直接来ていたずらすんのはほんまにやめてほしいなって思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと別角度でお話ししてるようなやつをちょっと撮らせていただいて、したでもちろん普通に聞いていただいて、はい、あと、はい、やっぱり花火がポイントだと思うんで、はい、花火のところをちょっと改めて、はい、こんな感じで、まあ、取材を受けて、まあ初めてやったんで結構緊張したんですけど、すごかったっすね正直。でもまあほんまに犯人逮捕に早く繋がってくれたらなって思ってますし、でも自首してほしい。そうよね。その僕らの目的がそのテレビとかに放送されたら自首すると思うんですよ。9割方そうやんな。そうなんですよ。前もその朝日テレビが、はいはい、そのなんかカニのやつ潰されたやつとか、ああ言うてたっすね、道頓堀のね、はい、とかそういうのを、はいはいはい、まあ、取り上げた時に結構自首する人が多いんでみたいな、力なれたら嬉しいですって言ってめっちゃ優しくてって、うん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 、でまあそれもあってそのまあ自首してくれたら嬉しいなと思ってるんですけど、まあただツイッターで、はい、ある人から DM が来て、昔岡山で仕事場が一緒やった人がいたんですよ、はいはい、ほんで、まあ、山ちゃんそうやんな。俺今山ちゃんが聞いた話を喋ってるんで、はい、で、一緒やった人が、その連絡先を知ってる人がいたんですよ。はいはいはい、はい。その連絡先知ってる人が、その、まあ、いろんな情報をくれて、はい、まあ、今もちょっと情報だいぶ集まってきてて、はいはい、まあ、もう逮捕できんちゃうかなっていう情報でもう、状況で、もう皆さんのおかげでほんまにありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。マジで。本当にもう、めっちゃ嬉しかった。正直。こんなされて嬉しいっていう感じはどうかかもしれんけど、うん、みんながその力ね、僕拡散とか特定とかそういう能力ないんですけど、リツイートしかできないですけど、うんうんうん、頑張ってください、体に気をつけてくださいとか、でもめっちゃ来て、ほんまになんつったんやろな、この5年とか4年か YouTube やってきてすげえもう俺手に入れてんやなっていう。確かに確かに、そんなの考えられへんから、ね、普通の人間、うん、普通の人間で言い方悪いけど、正直こんなんやってなかったらそんなみんなから、正直俺めっちゃ不安やったし、正直ほんまに笑えてなかったし、うんうんうん、今でもちょっとみんなと喋ってたらそのまあ笑えたりとかするけど、あの時笑えてなかったけど、うん、いやみんなの DM のメッセージとかのおかげでちょっと落ち着いてるっていうのがあるから、うん、ほんまにみんなもう感謝してます。マジで感謝してます、はい、でちょっと話それてんやけど、まあその人が、はい、その昔仕事場一緒やって LINE 電話した時に、はい、そうお前自首せえよっていうのを促してくれたらしいんですよ、はいはいはい、その犯人と喋ってね、はいはい、まあ今はもうブロックされたらしいんですけど、はい、その人ただ自首せえよって言った時にそいつがいや俺逃げ切るからって言ってたらしいですね、その犯人は。考えられまあそんなこと言ってたんで、はい、もうこっちももう全力でなんかどうなんかわかんないですけど、その一人の子は多分もう自首するつもりもない人が一人いると思うんですけど、うん、まあこっちもその情報まだまだなんて言ったらいいんですかね、募集というか、はいはい、やってるんで協力お願いしますということで、正直まだ住所とか電話番号とか分かってなくて、まあそれ以外大体分かってるんですけど、まあもう警察にもそのナンバープレートの写真とかも渡したりとか、はい、もうちょっとしたら逮捕できんちゃうかなっていう状況なんですけど、はい、その今こういうことになってますとか、相手の人が自首しましたとか、みんなの協力ありきでの結果なんで、それはあの動画で報告できたらなと思ってます、はい、とりあえずテレビの取材を受けたということで、はい、皆さんに報告動画でした。今後ねもっと情報集まっていったらサブチャンネルに上げたいと思うんで、よろしくお願いします、はい、お願いします。